1742年6月14日の海戦は、オーストリア継承戦争中に行われた、小規模な海戦。リチャード・ノリス率いるイギリスの小艦隊は、サンマルグリット島で、スペインのガレー船5隻に奇襲を仕掛けて、当時中立を称した、フランスのサントロペ港まで追撃したが、ノリスはそれを無視して、サントロペに侵入、ごくわずかな損害で、ガレー船を燃やすことに成功した。 1742年、イギリス海軍の地中海における総司令官だった、ニコラス・ハドック提督はそれまで、スペイン艦隊に海戦を迫ることに失敗したため、老齢であることと批判を浴びていたことに耐えかねて、引退、リチャード・レストック少将に指揮権を譲った。しかし、最終的には、総司令官の座を得たのは、戦列艦7隻を率いてやってきた、トマス・マシューズ中将だった。マシューズは、 艦隊の基地をサルデーニャ王国のビル・ダ・フランカ・マリッティマとイエール諸島と定め、スペイン船を探すために、いくつかの小艦隊を派遣した。お城の近くに停泊するガレー船、フランシス・プレイス作、1728年。1742年6月13日、60門艦キングストンのリチャード・ノリス艦長を率いるイギリス小艦隊は、ガローペ、岬沖の巡航中、 イタリアにいる、スペイン軍のための大砲と弾薬を乗せた、スペインのガレー戦五石が、サンマルグリクト島から出港するところを発見した。このガレー戦五石とは、パトロナ、サンフェリペ、ソレガット、サンタテレサ、サンゲナロのことであり、ドナトドマス将軍が率いていた。50門艦オックスフォード、スループ戦、スペンス、河川デュークも率いていたノリスは、ガレー戦隊を追跡。 フランスのサントロペ港まで追い込んだ。ノリスはサントロペ沖に着くとサントロペの市長にスペインのガレー船を入港させないよう要求した。それが断られるとノリスはその夜に艦隊の内戦列艦む2隻を防波堤まで進ませてそこで怒りを下ろし攻撃を準備した。午前1時、カリス艦長率いるデュークはオックスフォードとキングストンの援護で港に入った。 デュークが防波堤の先に入ると、スペインのガレー船は、砲撃を開始したが、デュークは、すべてのガレー船を炎上させることに成功。ガレー船の会員は船を放棄して、岸まで泳いだ。生き残った会員たちは、トゥーロンで、不安補正なバロ提督の艦隊と合流した。フランス政府は中立を破られたことを抗議したが、実際にはフランスは港をスペインに貸し出して、炎上していた。 イギリスの歴史家、エドワード・カストによると、フランスの旗がスペイン戦を救うために使われすぎて、中立という口実を切り捨てることは正しいと思われたという。デュークのカリス艦長は、国王ジョージ2世から金メダルを授与された。彼はまたアシスタンス艦へ移った。ドナとドマストが冷戦の艦長たちは、軍法会議にかけられたが、責務を全うしたとして、無罪とされた。 ありがとうございます。